チェスタートン、気の利いたミステリーを編み出し色付けした人と、宮廷顧問官ライプニッツ、予定調和の創造者の顕著な影響のもとに、私は以下の筋を思いついた。ある意味で私が正しいことを証明している。それも他にすることのない午後にでも文字にしようと思っている。まだ細部が欠けており、修正し調整すべき点が残っている。私自身にもまだ明確でない物語の一部もある。1944年1月3日、今日の段階ではそれは以下のようなものだと想像している。話は圧迫されながら頑強に抵抗するある国で始まる。例えばポーランド、アイルランド、ベネチア共和国、南アメリカかバルカンの一国。むしろ始まったと言った方がよい。語り手は現代の人間であるけれども、その彼がする物語は19世紀の中央化諸島に起こったことだから。話が進めやすいように、場所はアイルランド、時は1824年としておこう。語り手の名前はライアンである。その墓は不思議にも暴かれ、その名前はブラウニングやユーゴーの韻文を飾り、その彫像は赤い小宅地に囲まれた灰色の丘に立っているが、あの赤くて英雄的で美男で人の手にかかって死んだファーガス・キルパトリックのひ孫にあたる。キルパトリックは謀反人であり、謀反人たちを栄光ある影の首領だった。モアブの土地から約束の地を望みながら、足を記すことのなかったモーセと同じように、キルパトリックは自ら計画し無双した勝利の反乱の前夜に死んだ。彼の死後、百年祭の日が間近に迫っている。その犯罪の状況は謎に包まれている。ライアンはこの英雄の伝記の執筆に没頭しているうちに、謎は純粋に犯罪的なものの枠を超えていることに気づく。キルパトリックは劇場で暗殺された。イギリスの警察は殺人犯を突き止めることができなかった。歴史家たちはこの失敗は警察の信用を傷つけるものではない。なぜならば警察そのものが彼を暗殺した節があるからだと断言している。ライアンが気にしているのは謎の別の側面である。それは円環的な性質のもので、遠い地方や遠い時代の出来事を反復あるいは結合するように思われるのだ。例えば英雄の死体を調べた警官たちがその晩劇場へ行くのは危険であると警告した封の切られていない手紙を発見したことを知らぬ者はいない。ユリウス・カエサルもまた友達の担当が待ち受けている場所へ赴く途中で一枚の紙片を受け取ったが、ついにそれを読まなかった。紙片には裏切り者たちの名前とともに裏切りが警告されていたのだが、カエサルの妻カルプルニアは夢で元老院が建立を決議した塔が倒れるのを見た。キルパトリックの死の前夜、匿名の巨砲は全国にキルガーバンの遠投の消失を伝えた。彼はキルガーバンの生まれだから、この事件は不吉の前兆とみなし得た。カエサルの歴史とアイルランドの謀反人の歴史のこれらの、そして他の相似は、ライアンにある秘密の時間形式や反復する線の図形を推測させた。彼はコンドルセが考案した十進法的な歴史や、ヘーゲル、
シュペングラー、ビコーが提案した携帯論や、金から鉄へと堕落したヘシオドスの人物のことたちを考える。ケルト文字に恐怖の彩りを添え、カエサル自身がブリテンのドルイド層のものとみなした競技ではあるが、魂の輪廻のことを考える。ファーガス・キルパトリックはファーガス・キルパトリックである前にユリウス・カエサルだったと考える。こうした円環の迷宮から彼は奇妙な証明によって救われるが、この証明は直ちにより複雑で異質な別の迷宮へと彼を投げ入れる。ファーガス・キルパトリックの死の当日、彼と話をした一人の乞食のある言葉は、悲劇マクベスの中でシェイクスピアによって予示されていたのだ。仮に歴史が歴史を模倣したとすれば、これは実に驚くべきことである。歴史が文学を模倣することは到底考えられないが、ライアンの調べによると、1814年英雄の最も古い同志であるジェームズ・アレクサンダー・ノーランがシェイクスピアの主要な戯曲をゲール語に翻訳していて、それにはジュリアス・シーザーが含まれる。ライアンはまたスイスの祝祭劇を扱ったノーランの趣向を文章の中から発見する。この祝祭劇というのは数千人もの俳優を必要とし、歴史的な相場がそれを起こった都市や山中で繰り返す大掛かりな移動演劇である。他の未発表の記録は、キルパトリックがその死の数日前、最後の秘密会議を主催して、名前はもはや消えてしまったが、一人の裏切り者の死刑宣告に署名していることを明らかにした。この宣告は、キルパトリックの普段の寛容にそぐわないものである。ライアンはその問題を究明して、この究明の過程が物語の欠落した箇所の一つである。謎を解くことに成功する。キルパトリックは劇場で殺されたが、しかし同時に全死を劇場と化した。俳優は大集団であり、彼の死によってクライマックスに達した芝居の上演は多くの昼と多くの夜を要した。以下がその内容である。1824年8月2日、謀反人たちが集まった。国内の状況は革命の機能熟していることを告げていた。しかし常に障害は存在する。会議の中に裏切り者がいた。ファーガス・キルパトリックはこの裏切り者の発見をジェームズ・ノーランに依頼していた。ノーランはその仕事をよく果たした。会議の全員の前で裏切り者はキルパトリックその人であることを発表したのだ。動かぬ証拠によって告発の真実性を明らかにしたのだ。謀反人たちはその議長に死刑を宣告した。議長は彼自身の死刑宣告書に署名したが、同時に彼の処罰が祖国を傷つけることにならないように訴えた。そこでノーランは奇妙な計画を考え出した。アイルランドはキルパトリックを偶像視していたが、彼の卑劣さが少しでも漏れ聞こえたら反逆の失敗の恐れがある。ノーランは裏切り者の処刑を祖国解放のための手段とする一つの計画を提案した。民衆の脳裏に焼き付いて反逆の時期を早めるように、慎重に用意された劇的状況の中で死刑員が匿名の暗殺者に手にかかって死ぬことを示唆したのだ。キルパトリックは罪をあがなう機会を与え、その死を飾るこの計画に協力を誓った。ノーランは時間に追われて、面倒な処刑の細々した状況すべてを考えることはできなかった。他の劇作家、旧敵たるイギリス人のウィリアム・シェイクスピアスから評説しなければならなかった。マクベスやジュリアス・シーザーの場面を模倣した。
公開のものであり秘密のものである上演は数日にわたった。試験員はダブリンに搭乗して議論し、行動し、祈り、非難し、切々と訴えた。いずれ栄光に包まれるこれらの行為すべてが、ノーランによってあらかじめ定められたものだった。何百人もの俳優が主役に協力した。ある者たちの役割は複雑だった。別の者たちのそれは瞬間的なものだった。彼らが行ったりしたりしたことは歴史の本の中に、アイルランドの熱っぽい記憶の中に生きながらえている。キルパトリックが自分を救い、かつ破滅させるこの最新な運命に熱中するあまり、一度ならずその裁判官の書いた台本を即興の動作やセリフで膨らませた。出演者大勢の芝居はこのように時間の中で繰り広げられ、やがて1824年8月の6日、リンカーンの場合を前もって暗示する陰気な幕の垂れた桟敷で、予期されていた一発の弾丸が、裏切り者の英雄の胸を貫いた。二箇所からほとばしる血にまみれた彼は、用意した言葉を口から発する余裕もなかった。ノーランの作品の中で、シェイクスピアを模倣したくだりが、最も劇的な味わいを欠いている。ライアンは作者がそれを挟んだのは、将来誰かある人間に真実を突き止めさせるためだと考えている。彼自身もまたノーランの筋書きの一部なのだと理解している。散々悩んだ挙句、この発見については沈黙を守ろうと決心する。英雄の栄光に捧げる一巻の本を公にするが、これもまたおそらく予定されていたことなのだ。